旦那様はゆうべも私を置いて金蓮のところへ行ったわ。許せないわ金蓮。うんか宛ての手紙に金蓮の淫乱ぶりを書き送ってやるわ。そして武将の復讐心を煽ってあげる。これをいつものように届けて。あれだよ、うまくつけておくれ。え？私にとって金蓮は大事な金づるだ。正門家からいなくなっては困るんだよ。何ですって？もう一度言って、オーバー。死刑になったはずの武将が生きてたんだよ。武将が生きてた。武将が生きてた。バカな、何を安堵しているの私。一体どうして？確かに理系で死刑になったはずなのに。私も驚いたよ。どうやら理系の中に武将に恩情をかけた者がいたらしいね。流刑になって雲下という少年と身を潜めていたのを平次が知って、どうやら2人に資金の援助をしているらしい。あんたなんか武将に殺されておしまい。それであんなこと言ってたのね。なるほどね、合点が言ったわ。それであの女、私に勝った気でいたわけね。武将も武将よ。あんな女と組んで私を殺そうだなんて。えい、腹が立つ。落ち着きなさい金蓮。なーに、あんたが武大を殺したって証拠はどこにもないんだ。だが武将は、あの男は生きている限り兄の敵とお前を狙うよ。だったらちょうどいい機会だ。私が武将を殺してあげよう。そんな必要はないわ。どうしてだい？武将が正門家にいる私に手を出せるはずないわ。それに平次は気分屋で中途半端な女よ。私が脅せばきっと手を引くわ。そうすれば武将なんかのたれ死によ。そこまで心配することはないわ。やだわ私、まるで武将をかばってるみたい。それに武将を殺すなら私がこの手で殺すわ。大丈夫よ、うまくやるわ。平次なんかに負けてたまるもんですか。私の弱みを握っていい気になるんじゃないわよ平次。所詮あなたが何もできない女だってことを思い知らせてあげる。なんだって？私にしばらく平次のところへ通えと。ええ、平次さんは手料理の一件でとても落ち込んでいらっしゃるの。私が料理をまずいって言ったせいですわ。だから罪滅ぼしに。私のところではなく平次さんのところにいてあげてくださいな。うん、お前がそう言うなら。でも平次さんには私のことは黙っていてくださいね。知ったらまたへそを曲げますから。これでいいわ。平次は今の自分のことしか考えない女。きっと引っかかるわ。旦那様が私のところに？はい、今夜こちらに伺うと。嬉しい。すぐに旦那様をお迎えする支度をしなくては。弱みの支度をして、それから神女に香を。この間仕立てた薄桃の着物を出してちょうだい。旦那様が私のところへいらっしゃる。平次、他の誰のところでもなく私のところへ。旦那様、お待ち申しておりました。こうやって旦那様に抱かれている時が私の一番の幸せ。このところ旦那様はずっと平次さんのとこばかりね。よく黙ってるわね金蓮。内心面白くないんでしょう。ええ、もう腹渡が煮えくり返ってますわ。怒鳴り込んでやろうかと思ってますのよ。せいぜい楽しんでなさい平次。奥様、いつもの使いの方がいらして、お手紙のお返事をと申しておりますが。今取り込んでるの、後にして。はい、でもこのところずっとお待たせしているのでは。急ぎの手紙なのか？いいえ、大したことありませんわ。後にして、今はダメ。わかりました。手紙はいつもの運河からのものだわ。内容はいつも同じ。武将の体が思わしくないのと、資金の援助のお願い。なんだかめんどくさくなっちゃった。武将をそそのかして金蓮を殺そうと思ってたけど、引き受けなきゃよかったわ。だって私はこんなに旦那様に思われてる。そんな私が復讐なんて物騒なものに関わらなくてもいいんじゃないかしら。明日また来る。はい、お待ちしております。奥様、金蓮様がお見えになったのですが。金蓮さんが？あら、平次さん、最近お幸せそうね。ええ、とっても。だって旦那様がずっと私のところにいらしてくれてるんですもの。それで何のご用？旦那様がこちらにばかりいらっしゃるんで、私暇でしょうがないの。それであなたを真似して私も手料理を作ってみたの。あなたに食べていただこうと思って。この匂いは？さあどうぞ召し上がれ。あなたのために心を込めて作った雑巾点心よ。床にこぼしたヤギの乳を拭き取った雑巾をたっぷり蒸し上げましたの。あなたにぴったりの嫌な匂いがたまらないでしょ。さあ召し上がれ。あなた、武将と組んで私を殺そうと企んでるようね。あなたの企みが私の耳に入らないと思ってたの？甘いわね。武将が私を殺す前に私はあなたを殺すわよ。どっちが早いかわかるでしょう。それにあなたは武将のたわごとを信じたんでしょうけど、あの男はね、兄の病死を勝手に私への逆恨みにしているだけよ。あなたはあの男の怖さを知らない。あの男はね、逆恨みで正門家を憎んでいる。私も旦那様も、そしてあなたも殺すわ。武将はそういう男よ。私を武将に殺させようなんてつまらない考えは捨てなさい。そして武将とは手を切ることね。その方が身のためよ。私をこれ以上怒らせないうちにね。金蘭にバレていた。私はあなたを殺すわよ。あれは本気だわ。金蘭なら、あの女ならやりかねない。それに武将が本当に怖い男だったら、私は今旦那様とうまくいっているのよ。血生臭いことに巻き込まれるのはまっぴら。武将のことを諦めて文化とも手を切ろう。自分の身の方が大事だわ。でも覚えてなさい金蓮、私は負けたわけじゃないわ。何か他の手段であなたを消し去ってやる。そんな、自分から組もうと言ってきたくせに、こんなにもあっさりと手のひらを返すなんて。武将さんの言った通り、正門家の女なんか信用するんじゃなかった。どうした金蓮、久しぶりなのに上の空だぞ。あら、そんなことありませんわ旦那様。私はいつだって旦那様のことだけですわ。武将が生きてた。大場の言った通り、武将を殺した方がいいのは分かってる。なぜそれを拒んだのか自分でも分からない。抱いてください旦那様。私に旦那様のこと以外考えさせないでください。